1万9000人を超える死者・行方不明者を出した東日本大震災から11日で1年、県内でもさまざまな追悼の催しが開かれ、被災者の苦悩や支援に思いを新たにしました。松山市石手2丁目の四国霊場51番札所石手寺では、追悼と復興と安全の祈りと銘打ち、地震の起きた午後2時46分に合わせて黙祷しました。催しには福島県から避難し、県内の被災者団体の代表を務める渡辺博さんも参加しました。いつまでも福島のことを、もちろん福島のことは気がかりですけども、そこばかりにはとらわれててもうまずいとも思うので、自分の家族のことを考えれば、なんとか前に進んでいこうかと思いますが。松山市堀之内の城山公園では、11日夜、震災に遭った人々への哀悼と被災地の復興を願う松山万灯会が行われ、訪れた市民などがろうそく1000個に火を灯して祈りを捧げました。県社会福祉協議会を通じ、去年12月、宮城県女川町で復興支援活動をしたメンバーが中心となって計画したもので、愛媛大学教育学部附属小学校コーラス部の歌声が響く中、暗闇の迫る公園に次々とろうそくの明かりが浮かび上がりました。一方、東京電力福島第一原発の事故を受け、脱原発や原発の運転停止を求める集会も開かれました。松山市中心部では、伊方原発運転差し止め訴訟を支援している伊方原発を止める会の呼びかけで集まったおよそ250人が、シュプレヒコールを上げながら行進しました。